んにちは。前回はですね、LANケーブルの音の違いというものを、空気録音を交えて、皆さんに体験してもらいましたが、今日は USB ケーブル、これもまたですね、3種類のケーブルを今日は集めてもらいまして、僕のリスニングルームで、僕の現有システムで、それぞれの音の違いを、体験してみたいと思います。いわゆる一般のオーディオ用ケーブル1メートル3000程度のものですけれども、それをまず聞きまして、その後アコースティックリバイブ製のいわゆる普及ケーブル、それからその上の上級ケーブルということでですね、それぞれ1メートル長さを揃えて、それぞれの音の違いを今日は体験してみたいというふうに思います。USB ケーブルですけども、僕は10年ほど前にですね、ちょっと各社の、ちょうど PC オーディオがかなり盛り上がりつつあった時代ですけれども、各社の USB ケーブルをですね、10社近く集めて、聞き比べをやったことがあります。思いのほか、そのブランドによって音が違うもんだなという、まだ PC オーディオがさほど今みたいに皆さん取り組まれている以前の話だったんですが、でもこのケーブルの音の違いっていうのは無視できないなというふうに思ってました。で、その時にですね、出会ったのがアコースティックリバイブ製の、電源線とそれから信号線をセパレートしたタイプのもの、テストした中では、僕の耳にはそのケーブルが一番フィットしたものですから、長らくそのケーブルを使ってきました。で、今日ですね、テストに用いますアコースティックリバイブ製の2本のケーブルは、その電力線と信号線がセパレートされた、そのタイプのものを用いるということで、音を聞いていきたいと思います。で、一番最初にですね、その一般のオーディオ用と歌ってます USB ケーブル、これを聞きました。全部で3曲聞いたんですが、最初にですね、空気録音する音源、これはステレオサウンドリファレンスチェックディスクの中の1曲なんですけれども、これはサキソフォンとそれからピアノのデュオ、マイフーリッシュハートというジャズのスタンダードナンバーで有名な曲ですけれども、これを聴きました。で、この時にですね、前回のLANケーブルの環境を、LANケーブルのテストをやった時に、一番印象の良かった4分割構造のケーブルをですね、ルーターとハブ、それからハブと、ネットワークトランスポート、その両方にそのケーブルをつないだ状態で聞きました。しかもですね、僕普段愛用しています光絶縁ツール、光絶縁することでノイズを抑制しようというそういうエクイプメントがあるんですが、それも中に入れた状態で再生しました。ということでですね、かなりネットワーク環境が良好な状態で音を聞いたということもあって、この一般の USB ケーブルもですね、かなり印象が良かったんですね。例えば今日はそのサックスとピアノの、デュオを聞いてみましてもですね、ちょっと安い一般のLANケーブルをテストした時に僕一番不満だったのは、その音場の広がりがですね、今一つ明瞭ではなくて、ちょっとこうステレオイメージが縮小するというか、少しこう狭い感じの、感じがしたんですけども、今日はそのネットワーク環境を良くした状態でのテストということだったことがあるのかもしれませんが、その一般品を聞いた時もですね、非常にこう音の広がり感とか立体感みたいなものが思いのほかよく出ててですね、これはなかなかいいじゃないかというふうな印象を持ちました。ただですね、ちょっと気になったのが、サクソフォンのこの音色がですね、少しちょっと歪むっぽく感じられたり、ちょっとリバーブがちょっとわざとらしくつきすぎてるかなと、そんな印象がありました。その辺が
そのアコースティックリバイブ製のケーブルに変えて、どんな風に変化するのか、そこにちょっと注目して聞いてみたいと思います。はい、じゃあ次にですね、アコースティックリバイブ製の、アコースティックリバイブ社の中では、普及ケーブルというふうに位置づけられる製品だと思うんですが、その製品をまず聞いてみました。普及ケーブルといいましても、先ほど僕がお話ししましたアコースティックリバイブ製 USB ケーブルの特徴である、電力線と信号線はセパレートされた、その、構造のものでものをまず聞いております。先ほどですね、一般的なその USB ケーブルを聞いて、思いのほか、不満点が少ないなという感じがちょっとしたんですが、人間っていうのはやはり相対比較をして初めて分かることっていうのがやっぱあるわけで、このケーブルに変えてですね、やはり劇的に良くなったのは音の滑らかさとか音色の豊かさ、それからしなやかさみたいなところが、僕の中では劇的に変わった感じがしました。あとですね、そのリバーブ、サックスに、当然、デジタルリバーブが加わった状態で録音された、もしくは録音した後にかけたのかもしれませんが、そのちょっとリバーブ型かな、ちょっとやりすぎじゃないかなっていうふうに先ほどのケーブルでは思ったんですけど、このケーブルにかけ替えると途端にね、そのリバーブの深さとその、スタジオの中のアンビエンス声も、自然アコースティックな響きみたいなものが、その違いがよくわかるようになりましたね。だからソース、その音源の中にはそういう情報がきちんと入っていたんだなということを、改めて、認識しました。それからピアノの響きにちょっと注目すると、ピアノの音が立ち上がって消えていく、その、余韻の深さというか、こうディクレッシェンドしていく、その、ローレベルのリニアリティっていうんですかね、音がこうスーッと消えていく、そのナチュラルな減衰特性みたいなものが非常によくわかるようになったということで、やはりこう USB ケーブルを、別に侮ってるわけではないんですが、こういう音楽を表現する上での非常に本質的な部分が、ケーブルによって違いが出てくるということが今日改めて、実感できました。よくオーディオ用語的に言うと、やっぱ SN 比が上がるという、
言葉に、まあ、集約されるような、違いだったのかもしれませんが、ここの部分に、注目して聞くと、やはり、この USB ケーブルも吟味していいものを使うべきだなということを改めて感じました。2本聴いた後にアコースティックリバイブ製の、まあ、トップエンドモデルということになるんですかね、上級ケーブルを聴、まあ、いていました。これは先ほど聴いた普及ケーブルと構造的には、まあ、同じ電力線とそれから信号線をセパレートしたタイプということで、製品をちょっと見てみるとですね、そのプラグ部分が先ほど聞いた普及タイプは樹脂製、それからまあこの上級タイプっていうのはまあ金属製ということで、まあ、そこの違いがまあ見て取れるわけですけど、まあどうなんだろう、それでどういう音の違いが出るんだろうなっていうふうに最初はちょっと思いましたね。という、まあ、というぐらい、まあ、先ほど聞いた普及ケーブルの音、僕は非常に好ましく思ったわけです。で、実際に音を聞いてみたんですが、先ほどお話ししたようなその普及ケーブル、アコースティックリバイブ製のケーブルで、まあ、端的に言えば SN 比がちょっと明らかに上がるということで、その音の消え際だとか、音の気配とか、音場の広さみたいなものが、まあ、明らかに良くなるなというふうに思ったんですが、このケーブルに変えてね、まあ、一番驚いたのは音の実在感の確かさです。例えばその目の前でサクソフォン奏者が演奏している、ピアニストがピアノに向かっているという、何かですね、本当にそこ目の前で演奏しているというニュアンスが、まあ、明らかにこのケーブルに変えたことによって明瞭になってきたという気がします。それから、まあ、サクソフォンのその音色に注目すると、やはりこう中低域から中域にかけての音の表情がすごくよく出るようになりましたね。そういうことによって、まあ、先ほど音を聞きながらちょっとスタッフのみんなとも話したんですが、何かね、演奏者がちょっと変わったかのような、やはりより一層こうニュアンス豊かな演奏ができるような、まあ、上手いプレイヤーにね、変わったかのような、まあ、そういう錯覚を起こさせるぐらいの違いが、実感できました。それから、まあ、この曲以外に、女性ボーカルとかチェロとコントロバスの、デュエットの演奏を捉えたハイレゾファイルなんかも聞いてみたんですが、
やはりね、このケーブルになって、いわゆるトランジェント特性、音が立ち上がって消えていくという、音楽というのは、時間の芸術なわけなんですけれども、音のその時間軸の、時間の、が流れる時によって、音楽がどう表現されていくかみたいなところが、すごくよく出るようになるんですね。例えば、その女性ボーカルのバックで、ドラマーの人が、シンバルを鳴らし、スネアのリムを叩くみたいなところの音のスコーンとした抜けみたいなものが、このケーブルに変えてですね、本当に劇的に変わる感じがしましたね。この違いは、いわゆるハード機器、例えばそのネットワークプレイヤーとか USB ダックを、変えてね、音良くなったね、イマジだねっていうことあるんですが、もうそれに匹敵するぐらいの違いが、このケーブルで、実感できた。非常に良くなったという意味なんですけど、そういう感じが抱くことができて、やはり、USB ケーブルっていうのは、LAN ケーブルとは違って、音楽信号をやり取りするその系の中で非常に重要な役割を果たす、風になるんだなというふうに、改めて実感しました。このケーブル、僕もずっと使いたいなというふうに改めて確信しました。はい、ということで、2回に分けて、LAN ケーブルと USB ケーブル、その個体の違いによる音の差みたいなものを、実際に体験したみました。僕のオーディオの仲間にもですね、一生懸命ネットワークオーディオなり PC オーディオなりに、を、始めた友人たちも結構今増えてきたんですけど、僕もですね、僕は割と早い時期にネットワークオーディオプレイヤー、最初に買ったのは2008年ぐらいなんですけど、14年ぐらい、続けてやってきたんですが、ここに来てやっぱり本当に改めて実感することは、ネットワーク周辺のローノイズ化、そこをですね、いかに取り組むかっていうことが、やはりネットワークオーディオ、PC オーディオの、非常に重要なポイントじゃないかなということを最近痛感しています。最初にちょっとお話ししたんですが、ネットワークの、ルーターからオーディオ機器に行く間の、LAN ケーブルの吟味だとか、ノイズを落とすためのさまざまな
イクイプメント、例えばそのオーディオ専用に開発された、ハブを使うとか、それを、光LAN接続することによって、ノイズを抑えるとか、さまざまな手法があるんですが、一個一個やっていくとですね、ちょっと驚くような音質向上が図れます。これは僕も随分昔若い頃から、オーディオは夢中になってやっているんですが、アナログのさまざまな使いこなしはもうある程度もやっていくとですね、こんな音の違いが出ないぞというぐらい、かなり大きな違いがですね、その辺で出てくるということで、その辺はあんまり、整備しないというか、あまり、そこまで気が回らないでネットワークオーディオをやっている友人知人も多いんですけど、それで案外ハイレゾよりやっぱり CD のディスク回した方が俺は音がいいと思うよなんていうね、人もいるんですが、やはりね、そういうところを、だからネットワークオーディオもオーディオだというふうに僕は、最近ちょっと言ったり書いたりしてるんですけど、そういうところのケアをしていくと、がぜん音って良くなるものですから、特にね、昨今、ユーザーが増えてると思いますが、高音質ストリーミングサービス、CD クオリティ以上のサービスっていうのが、始まってるわけですけど、これはね、ネットワークオーディオのそういうストリーミングサービス再生みたいなものって割とみんなね、安易に取り組んでると思うんですが、これね、ちゃんと詰めていくと、CD ディスク再生を超えるような、超えるというのがちょっと言い過ぎであれば、匹敵する負けない音っていうのは、その辺を吟味することで、実現できるっていう、それは僕は自分で実践してみてすごく確信しています。その一つ、のツールとして、その、ケーブル、 USB ケーブル、それから LAN ケーブルの吟味、ここはですねちょっと避けて通れない道なんではないかなというふうに、今回2回通して、視聴体験をしてみて改めて強く確信を得ることができました。皆さんもですね、ネットワークオーディオ、PC オーディオを熱心に取り組まれている方たちだと思います。ぜひこの辺のケーブルの吟味をもう一回考えて、実践をしていただきたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。